ません、これまだあります？生そばで、はい、はい、あります。はい、あ、したらそれ700円。700円になります。手打ちのそば700円ですか？はい、安い。天ぷらそば、でーん、これが手打ちの天ぷらそばです。1日限定10食。うん、まあ時間帯もね、まだ11時ということで早いんで、そのそばにありつけたんで、ちょっと食べてみたいなと思います。そっか、新十津川ったらそばが有名なのかな。そば畑とかもしかしたらあるかもしれない。冷えた体にはたまらないね。めっちゃ外行ってきてる。食べられました。非常に美味しかったです。手打ちそば、ごちそうさまでした。見えないよこれ。ああ、こういう時はね、あのトラックの後ろつくのが一番いいんだよね。はい、ということで、リフト乗ってきましたけども、こう見るとね、左右に非常に広いゲレンデで、周り畑なんだもう道が分かんない。マジで全然見えない。嘘。トラック前に出てきたから、トラックのケツがついてたんだけど、うん、トラックのケツも見えなくなっちゃった。マジかい。あれかい、スキー場はバッチリ撮れたかい？スキー場はバッチリ撮ってたっけさ、うん、あのスキースクールの校長先生、まさかの俺の知り合いだったんじゃない？あ、そう、いいでしょ。そういう人もいて、そう、その辺の子供たち捕まえてセッションしてきたか。こっち誰もいないんだわ、そういう人寂しいもんさ。で、まあまあ、とりあえず後で、ああ、うん、はいはい。よっしゃ、ファットスキー持ってきておいてよかった。ちょっとね、食われてるとこもあったけど、全然パウダー最高。今シーズン初パウダー。岩見沢市萩の山市民スキー場、いやー楽しみました。聖地とね、それとサイドカントリーも楽しみました。いやー、ここをね4時間2000で滑るなんてもう最高ですね。ゲレ食もね、まあリーズナブルなお値段で、お母さんたちのね愛情こもった手料理って感じで美味しかったです。札幌からほんとね1時間、ちょうど1時間ぐらいかな、ね、下道だって1時間ぐらいなんですけど、まあここから先もね、今順平とかが行ってるそっちだけスキー場、新十津川のそっちだけスキー場とか、エアボンが行ってる三笠のね桂沢スキー場、国設スキー場、あと白金の地元自ら行ってるね鴨居岳スキー場、おそらくね今日確実にいい雪で彼ら3人もね滑ってると思うんで、そちらの映像も期待したいと思います。はい、じゃあこれからね、札幌に戻って3人が帰ってくるのを待ちたいなと思います。はい、
キーでちょっと疲れた。あとはやっぱりね、温泉に入って温まりたいですよね、皆さん。はい、1回大人500円、安いですね。まあ、僕は1000円余ってるんで2回入れるということで、まあ、今日ちょっとね時間がないのでもう帰りますけれども、まあ疲れて、スキー疲れた後はここの温泉に入って疲れを癒す、これがまあいいんじゃないですかね。はい、じゃあ札幌戻りましょう。パーティションされてる。わかりました。あの板探してまたね、はい、一緒に滑りましょう。はい、じゃあね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだまだ降ってますよ。もうスキー忘れてるな。今日ですね、雪を楽しむことができました。昨晩から、降り続いていた約30センチのパウダースノーがゲレンデに降り積もっていて、軽い雪を楽しむことができました。11時まで滑って、ご飯を食べて、まあ、ラーメンいただきましたけれども非常に美味しかったです。ということで年も明けて、皆さんスキーシーズン到来したと思いますけれども、今年も安全に、スキーライフをこの冬も楽しんでいってください。それでは桂沢、国設スキー場からは以上です。それでは、はい、お疲れ様でした。無事に皆さんお帰りになりました。いやマジで帰ってこれないかと思ったよ。いやでもだいぶ吹雪たらしいね。道が分かんないんだもん。道か畑か分かんないんだよ。いやお前畑走ってたよ。でも道中大変だということですが、肝心のスキー場はいかがでしょう、皆さん。エアボーンさん、はい、自分行ったのは、三笠の桂沢国設スキー場。はいはいはい、はい、まあお客さん結構いましたね。おお、まあ、スキー場の割に、はい、駐車場がほぼ満タンで、マジで、はい、雪降ってた。降ってます、ずっとリフト1本乗ったらリセット。おお、そんなにかい。ちょっと言い過ぎましたけど。言い過ぎた。絶対言い過ぎだ。あそこの急斜面いいんだよ。上の方良かったっす。でもピステもバーッと入ってます。もうお金3000でどうでした？賄えましたか3000で。まあ、1日券は買えなかったですけど、はい、残金。桂沢のリフト券。リフト券は、3時間券買ったんですけど、1520円。で俺中型車なんですけど、高速乗ったら1570円でした。高速代の方が高かった。ご飯食べて、で温泉入って。温泉まで入ったの。すごいね。3000円。サウナも入っちゃった。キツしてるね。一番満喫じゃない。マジか。一番満喫してるわそれ。で残金が130円。使ってるね。でも温泉入ってね、使い方うまいね。これはね、香りだけスキー場に行ってきたんだけど、あの午前券と午後券ってあって、はいはい、午前券買おうと思って金額見たら、まず2400円。ちょっと高い。まあまあしてるね。ちょっとそこで慌ててやばいっつって残り600円しかねえぞ。飯食えなくなる。まずしたら600円で月見うどんあったの。おー、月見うどんいけんな俺。だけどよくよく考えたら、うん、せっかく鴨居だけラーメンっていうのがあるのに、それを食わないっちゅうのもちょっとなと思って、はいはい、そこはこう節約をして、はい、5回券滑りましたよ。5回きっちり。意外とリフトがこう長いから、Tバーだけは休んでて、リフトで回してると1時間ぐらいかかるんだよ、ご飯滑るのに。あ、そう、結構かかる。結構かかる。十分だね。そうこうしてるうちに11時ぐらいになっちゃって、はい、レストハウス行って、はい、鴨居だけラーメン醤油。これを一人寂しく映像を撮りながら
みんなからあいつ何なんだろうっていう顔されながら頑張ってサイレントでコメントしながら食べて、それでも俺残金ね1000円おーおー思ったんですよ。道の駅あるから日田市内ね。でそこで南高っていう、こう馬の腸の塗ってたりするのね、あの日田市内の名産なんですけど、それをちょっと買っていこうと思って言ったら、売店やってませんなんでやってないのさ、吹雪だから。吹雪だからねおばちゃんも見えてなかったもんだってで、やっぱりその残金のまま一回温泉見に行ったんですよ。はいはいはい。したらなんと大人1回500円、うん、おこれ2回入れると思う。入れるでしょ2回入ったらぴったりだと思ってだ、ね、時間がもう帰らないとってなっていや残金1000円だから、あ1000円使い切らなかったですね。なるほどね。まあ僕はあの一番近い岩泉三沢萩野山近いよね。いや近いからこそまず最初下道で行ったんですよ。なるほど、うん、下道のナビ通り行ったら、やっぱナビって最短距離から、はいはいはい、農道みたいなとこ誘導されて、もうふぶいて全然見えなくてあの4時間券が、うん、2000円、うん、あーいいっすね。ご飯がう、あ、そばか、月見そば500円の、うん、芋団子2本入り、うん、200円おう、うん、700円、うん、300円ね。おう余ったんだけど、お釣りカチャってやるの忘れて取り忘れて、後ろのおじさんがうえーって後ろにポケポケットに入れてるのを横目で俺は言い出せずそのままパクられた、パクられちゃって回収された、回収されちゃった。まあまあ、まあ、それはいいかなみたいな、うえーってポケットに入れるのをもうスローモーションで見てたんで、スキー場は良くてね、あの中斜面、急斜面、緩斜面もそろって、うん、なおかつ非圧雪ゾーンもあるんですよ。親子連れが多かったですね、うん、親子連れとなんか自衛隊さんかな、うん、多かったですよね。俺はねまずナビ通りこう行ったんだけどさ、看板がないのさ看板ないの、ね、そっちだけとかってないの、ないのさ。コースはどうなんですか、コースは。いやコースはほんとファミリーゲーム、ファミリーゲームもう一本それ1本コースも、うんうんうん、面白かったけどね。で結局いくら余ったんですか、最終的にお金は。いや最終的にさ、この発言ね発言買ったりあとコーヒー買ったり、ああリフト券買って飯食ったでしょ、ああそれでも、うん、1200円ぐらい余ったのさもう帰りさ、吹雪になんかこう高速道路をめがけてビャーって行ってたら、ああそうだよね、あれね、ナイアス長岡、 あそこにめちゃめちゃ有名な、 あのアップルパイ屋さんがあるの。あそこのアップルパイ屋さんでちょっと一息入れようと思ってビューンって寄ってさ、はい、してちゃんと買ってきましたよ、アップルパイ。おーいおー来たー、あーうまそうだね、美味しそう、美味しそう、よいしょ。これ人数分買ってきたんだ、人数分買ってきた、素晴らしい、あとでいただきます、いただきましょう、ね、ここで食べないでね、ボロボロ止まれる新車だから、ね、新車だから、まあ充実したんじゃないですか、じゃあ。まあそうですね、充実、うん、ね、充実はしたね、ただめっちゃ疲れた疲れたねめっちゃ疲れ、運転疲れた、うんうん、どうですかこういう企画、今後ももういいかな多分これ見てるね、その他の地域のローカルの方も、うん、スキー場関係者の方見てるかもしれません、うん、そうだよね、次そこに行くかもしれませんので、来てくれなんていうのもね、そうですね、あコメント入れていただければ、入れてもらえれば、うん、ぜひぜひ伺いたい、裏金とモモ金が行きますんでどこかね、次今日この動画を見ていただいた方、うん、いいね、うん、ぜひコメントいただいて、まあおすすめのローカルスキー場なんかも ね、 あ、 いいですね、あればコメント入れていただきたいなと思います、はい、ということでですね、終わりなんですけども、今日これお年玉を私どうかなと思って提案したいと思います、我々になんでここにやんなきゃいけないこの中屋のこれをこれもう腐ってるわそれ。いやこれどうかなと思います、金閣寺、ああなるほどね、ワッペン、おーいいんじゃない、お年玉、お年玉いらないかもしれないですけどまあどうですか、3人ぐらいですか全国で、全国ででもそんなにもうないんじゃない、前いやそんなないんで、もうあそうなの、うん、ないんです、うん、このワッペン、金閣寺ワッペンを3名の方に、おーおー、お年玉としてあの Google フォームの概要欄に貼っておきますんで、うん、そこに応募していただいて、うん、
まあ、発表は、まあ、僕とかみんなが都合合う時にまた発表動画撮りますんでいつになるか分かんないですけど、だね、とりあえずこの金閣寺ワッペン、うん、欲しい方はですね、でも一緒にもうザソも釣ってるから、うん、ザソのワッペンもね、ザソも、うん、おー太っ腹ですね、ザソのワッペンも、じゃあ33にするから6名、うん、6名、うん、じゃあ6名の方に、うん、まあどっちが当たるか分かんないですけど、そうだね、どっちが当たるか分かんないですけども、はい、6名の方抽選で、もしザースいらないって言うんだったら、ね、入れてもらってザースではない、返信用の封筒も入れておきます、あのね、そういうコメント待ってませんから、はい、ということで、はい、いや幸先のいい年始めになればいいですけども、これ見てる方もね、うん、そうですね、はい、2021年令和3年、うん、今日からスタートですので皆さん一日一日素晴らしいスキーライフをいただきたいなと、そうだね、思います、楽しいスキーライフを送っていただきたいなと思います。じゃあそれでは今日はこんなところで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。